皆さんこんにちは、コーチ大和です。4回目ですね。いや楽しいですね。もう白井さんの人柄がもうとっても温かくて厳しくて辛抱強くて、すごく稽古を長く設定されてるんですけど、やるたびごとにその白井さんの役者に対する作品に対する強い愛を感じて、毎回この何か作品に対してすごい仕掛けをされてて、世界観がとっても美しいんで、動く絵画を見てるみたいな、そんな印象はすごくありますね。はい、とっても不思議な感覚に陥る作品ですね。主人公たちが経験していることって、僕らも少なからず経験していることで、ああ若いなと思いながらも、いや大人だなこの人たちとか、大した子供たちだなと思いますよね。性の目覚めとともに死への意識っていうものもすごく強く感じて、その点ではなんかどっちも両方生きるってことと死っていうものの2つが混在してて、2つが混ざり合って消化していくのがとっても楽しみな作品ですね。僕まだ今38歳でホームページとかにはベテランの部類にこう入ってるんですけど、ちょっと大ベテランの方たちと若い方たちのなんか狭間にいる感じなので、でもそこで何か自分の役割が見つかりそうなところがあって、そこは稽古やりながら自分の本当にこの作品に対して奉仕できる何かの課せられた役割がきっと見つかると思うんで、それを楽しみにやっていきたいと思います。はい、どこまで到達できるのか皆さんで頑張っていきたいと思っております。ぜひ劇場に足を運びください。よろしくお願いします。